春川正明は、元読売巨人軍球団編成本部次長兼、国際部長。元読売テレビ報道局解説委員長、元報道記者、元テレビプロデューサー。大阪府立東淀川高等学校を経て、関西大学社会学部卒業後、1985年4月、読売テレビに一般職として入社。 学生時代から野球をプレーしていた経験から、スポーツ番組のディレクターを希望していたが、報道局撮影編集部に着任し、ニュース映像の編集マンとなる。1989年のベルリンの壁崩壊取材を、きっかけに、1990年より、報道部へ、移動、報道記者に転身。神戸局長、司法担当キャップ、大阪府警キャップを歴任し、 1997年に特派員として NNN ロサンゼルス支局の支局長としてに赴任したが赴任先はロサンゼルスではなくペルー日本大使皇帝人質事件の現場であったペルーのリマで取材を担当2001年に帰国後ウェイクアップのチーフプロデューサーにつき報道部長を歴任2007年7月の人事異動にて解説委員となる 2009年3月までは原則東京勤務で、情報ライブミヤネや出演のため、上司の岩田君を、辛抱二郎らと同じく、東京、大阪往復の日々を送っていた。後に、関西情報ネット10、出演のため原則大阪勤務となった。また、母校である、関西大学の社会安全学部客員教授を務めている。家族は、妻と一助に何がいる。 幼い頃から野球をやっており、大学時代も野球部に所属していたため野球好きとして知られ、なおかつ自他共に認める半ァンである。2019年5月1日付で、読売巨人軍に招聘され、球団編成本部次長兼国際部長に就任したが、シーズン終了後の同年11月限りで同職を退任し、12月1日付で読売テレビへ復帰した。 自身が出演する情報ライブミヤネ屋にて尖閣諸島中国漁船衝突事件を受けて行われたデモについてこういうデモに参加するのは一般の人ではないと述べた。放送後、この件で自身のブログにデモ参加者からの批判コメントが殺到し後日ブログ上で春川が謝罪するに至った。ありがとうございます。